よし、じゃあね、ちょっと実写、あー本当にこれかな、あ、これじゃねえや、ド M 仕様はい、どうもこんにちは、ございます、HK ワード、HK です。はい、キャー、さて、今回はですね、ちょっと面白いものを買ってみたのです、それを紹介したくてこの動画を撮っております。さて、それは何かというと、ビューテッテリーン、じゃーん、はっはっは、 SRC の CO2 なんだかわかりますか。はい、じゃあ中身については次のシーンで。はい、ではね、今回ね、購入してみる、購入したものを開けていこうと思います。さあ、中身は何でしょう。でてってりーんと、あった、大変だった、でてってりーん、よっこしょ、でーん、はーい、はい、MP5 クルツ買っちゃいました。ただのクルツじゃないよ、そう、 SRC 製の SR5 CO2 プロパック、いいでしょう。そう、あのね、CO2 のブローバック。そう、僕が今持っているのは、今まで持っていたのは M4 の、CO2 ブローバック。まあ、もともとね、SRT の、ただの、ガスブローバックを CO2 仕様に改造したこの銃。はい。と、あとは、まあ、ハンドガンがね、いくつかある感じでした。はい。でね、あの、実は、あの、私めね、M4 の、もうブローバック銃をね、もう使うつもりがないんですよ。そう。なぜかというとね、M4 のブローバック、あのガス銃ってさ、マガジンがね、クソ重いのよ。そう。で、あの、で、そのクソ重いマガジンをプレキャリにね、6つ並べて走るんですよ。するとね、もう死ぬほど重くて、もう腰やられちゃうから、もう使うのやめたってなって、それでなんかブローバックする銃欲しいなと思って、このね、ダスを買ったっていうね、流れがあったんですけど、そう、ただね、やっぱね、CO2 のプロパック欲しい。そう、マシンガンでね。だから、今回ね、これを買いました。そう。あのね、なんだろう。まあ、なんだろう。これを買った背景はそんな感じなんですけど、もともと、タイガースリマ HK さんでね、買おうと思ってたんですよ。まあ、たまに特売やってるんで、この SRC のやつね。そう。で、買おうと思ってたんだけど、あの、ヤフオクを見てたらね、すげえいい出物を発見しちゃったんですよ。そう。あのね、マガジンはね、ちょっとね、ちょっとやれてダメになってない、やれてる感じじゃなくて、まあ一応ね、問題なく動作するんですよ。そう。あのね、マガジン3つセットでね、あの、この値段。そう。あんま高くないなと思って、そう。だからね、ちょっと今回購入に至りました。で、まあ、さっきもね、言ったように、そう、あの CO2、要はガス銃のボロ、あのガス風呂のね、銃の最大の欠点はね、重量だと思うんですよ、マガジンの。そう。ただ、これは同じ30発ぐらいしか入らないのに、半分以下のね、重さなんですよ。そう。だからね、これなら、6つとか並べて、プリキャリに入れても、あの、重くないかなと思って、まあ、ただそれだけの話でございます。はい。でね、私め、この銃をもう買うと、決意してから、決意した瞬間に、あの、タイガー 3Y1K さんで、あの、このマガジン専用のね、CO2 のマガジン特売してたんで、なんとこの値段で買いました。安いでしょ。だってさ、これさ、Amazon で買ったらさ、いくらするよ、この値段。高いでしょ。はい、というわけで、今回ね、SRC の純正予備マガジンをね、計、5つ、はい、今のところ用意してあります。5つあればね、まあ、騒げで耐えられるかなと思います。はい。というわけで、じゃあちょっとね、中身の方を見ていきましょう。はい。こんな感じです。いやあのね、もう一つね、やっぱ興味があったんだよね。結局さ、これ実銃と一緒なわけじゃん。中身の仕組みがね、大体ね。そう。その中身をね、やっぱ MP5 を知らなかったんで、もうそれもやっぱ今回ね、ちょっと知ってみたいなと思う、という思いでね、買ってみた次第です。よし、じゃあちょっとね、中身を出しますね、一旦。はい。おこれあれじゃんね。マガジンのほら、ケツにつけるさ、こう指でパッて持ち上げて、ね、扱える、ツールですね。こういうやつ。おぉ、ほぉ、ほぉ。結構、これ入れるの大変なんだね。これがあればさ、コピュってね、取り出して使いやすくするっていうね、便利なツールでございます。まあ、マグプル製なんだね。へぇ。おぉ、いいね、いいね。よし、じゃあ、これつけとこうか。よし、まあ、こいしょと、よし、こんな感じかな。で、あと、ついてきたのが、ローダーと、ローダー用の専用のノズ、あれですね。
ローダーに使うノズルかな、うん、がついてきましたね。これは多分今持ってるやつどれかで合うんじゃないかな。うん、まあそれはどっかのタイミングでね、合わせてみようと思います。まあ多分これは使わないかな。よーし、じゃあね、本体の方を行ってみましょう。はい、ではね、これが本体になります。いやーすごいね。何がすごいってさ、メタル、フルメタルなの。そう、あの実銃ってね、ここのロアだけがプラで、上がメタルっていうね構造になってます。ちょっと叩いただけじゃわかんないけど、まあ自薬はね、ほらこんな感じでくっつくので、まあ、完全にメタルですね。で下がプラスチックで、もうグリッパもちろんプラスチックっていう感じです。なんかもうほら、これが全部メタル。これメタルってわかんないよね。そう、もうプラスチックのさ、丸いのね、 MP5 のああいうイメージしかないから、そう、これがなんかプラスチックってパッて言われて、あ、これがメタルだって言われてもパッとなんか気づけないんだよね。ふーんみたいな。だからこの溶接痕とかね、やっぱりちゃんとメタルでできてるので、まあよくできてるというか、まあ当然なんだけど、メタルでできてるからね。はい、そんな感じですと。まあ結構ね、状態がいい。そう、あの本体にね、傷がほとんどなくて、結構いい状態のものをね、仕入れられたかなと思います。はい。いやー、でね、このちゃんね、フラッシュハイダーの、これね、ちゃんとね、外すと、これね、旧例式のフラッシュハイダーって言うんだっけ？ここで、ピッ、あー、よしよしよし。引っ張るんだ、ここ。引っ張って上に押し上げると、ここがスコーンと、抜ける感じですね。で、ここのね、先端のノズルには、14mm 逆二次になってるので、ここにね、サイレンサーなど、付けられるようになってます。はい。まあ、中でもね、あのガス風呂のね、中にそんなサイレンサーなんかつけたって何の意味もないけどね。はい。でね、じゃあちょっとね、各部をね、細かく見ていきたいと思いますが、まあ、ここがね、言わずと知れたチャージングハンドル。そう、 MP5 といえばね、こう弾が切れましたってなった時に、こうやってからマガジンを変えてから、こういうシーンいいな、憧れるよね、あのシーン、あれができるんだよ、これいいね。であとはここもね、お、すっごい、これ溶接してあるとこういう風な感じなんだね。はあ、だからここにさ、ほら MP5 用のマウンターとかあるじゃない、ああいうのをつければね、なんだっけ、まあまあスコープマウントとかもね、つけられるようになってるという話ですね。うわ、すっげえ、これ手前のアイアンサイドすごいね。実銃ってこうなってんのかな。よくわかんないけど、もうプラスチックしかさ、経験ないからさ、こういうなんかテカテカ光ってるものがついてるとちょっと反応しちゃうよね。ほー、でここがスリングベルトをつけるとこで、これは PDW タイプだから、フォールディングストック、はい、になってますと。うん、ちょっとね、ここのガタつきが気になるんだよね。このガタつき、うん、まあメタルでできてるからね、折れたりとかそういうことはないと思うんだけど、うん、ちょっとだけ気になる。これなんか後でね、自分でなんか間に板挟むとかしてちょっと調整したい感じではありますね。はい。まあストックの方はまあもう普通の電動ガンやってあんま変わんないかな。うん、よし、じゃあね、通常作動というか、もういきなりね、開けたいと思います。はい、これ、ね、通常分解ができるんでね。はい。よし、じゃあそれではね、ちょっと通常分解いってみましょう。結構簡単で、ここのピンとここのピンを置くと、もう後ろがパワーンと外れるんだよね、こんな感じでね。まあガス風呂、CO2 ガス風呂、相当な衝撃が加わるので、こういうところのネジのね、緩み具合とか、まあチェックした上で、まあネジロック剤っていうのをね、使って止めておいた方がいいのかなってちょっと思ってます。はい。まあ結構ね、ガス風呂ってネジ緩むんでね。うん。で、あとは、ここのピンね、を抜いてしまえば、ロアがね、ポロッと落ちるはずです。はい。おー、てかすげえな、油ギットギットだね。おー、すっげえ、こうなってんだ。あ、普通のガス風呂と、あ、なんか落ちたよ。普通のガス風呂とあんま変わんないね。うん、M4 と一緒だよ。うん。だって、これ今、ハンマーがさ、上がってる状態じゃん？あ、ほら、一緒だよ。はー、なるほど。あ、うん、なるほどね。はいはいはい。じゃあちょっとね、ちょうどいいからさ、普通の M4 持ってきて。
比較なんぞね、してみましょう。はい。これね、ジンゴン製のね、ガス風呂 M4 です。まあ、だいぶ前にね、これでレビューした時のやつでした。そう。まあ、これはもうね、完全にコレクション用として撮ってあって、そう。全くね、サバゲーで使わないようなやつです。鑑賞用、そう。うん、まあ、これプラスチックでできてるからね、落っことすとね、首が折れるんだよ。そう。だから、まあ、使いたくなって、うん、まあ、完全に鑑賞用としてますが、はい。よっしゃ、こっちがね、普通の M4 のガス風呂になっても、ここがさ、僕は一緒って言いたかったね。ほら、こうなって、こうなるでしょ。で、MP5 の、ロアも、こうなって、引くと、ドーンと落ちる感じですね。お、すっごい似てる、これ。はぁ。ってことはさ、実銃もさ、MP5 と M4 って、やっぱ似てんだね。面白い。だからさ、ここに、なんだっけ、フルオートを実現するための、なんていうパーツか知らないんだけど、これがさ、こうなって、ここがさ、後ろに動くと、これ、ハンマーがね、降りるっていう仕組みなんだけど、うん、こうかな、どうだっけな。あ、こうか。こうか。どうだっけ、ちょっと忘れちゃって。あ、フルオートにしてねえからか。フルオートにするとね、ここが、こう、ほら、こんな感じでね、勝手にここで、何回も何回も自動的に、押されて、ね、フロート状態になるっていうね、仕組みなんだけど、こっちにもね、やっぱ同じものがあるね、ここにね。うん、だからこれもフロートにして、こうやれば、多分、こうか。ああ、やっぱりほら、一緒だね。はあ、すっげえ同じだ。ってことは、M4 のガス風呂の構造を知っていれば、ここはもう共通ってわけなんだね。はあ、面白。じゃあちょっとね、上の方行ってみましょう。ね、こっちがね、だいぶ違うんだよね。ちょっと、マガジンリリースでも外れちゃったけど。うん。ね、ちょっと出してみるよ。こうなってんだよね、ほら。すごくない？ねえ、こう、ほら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 。うわ、すっごい、これ、全然違う。だってさ、M4 はさ、こんな感じじゃん。チャーハンがあって、チャーハンがボルトを引っ張るみたいなね。まあそんな感じになってるけど、こっちはチャーハンがない代わりに、そのチャーハンがここなんだよね。前方にありますと。だから前方のチャーハンを後ろに引っ張ることで、M4 のチャーハンと同じような役割を果たしているって、こっちがね。うん、という感じみたいですね。はぁ、すごいね。でさ、ほら、この、ここにローラーとかってさ、要は、ここを、こう、ガリガリ擦っちゃうから、それを、摩擦抵抗を減らすために、ローラーがね、両面についてますと。すごいね。全然形ちげえよ。で、この中に、ピストンが入ってるわけだね。まあ、ちょっと今回はね、通常分解までに留めておきます。はい。で、日本版の CO2 はね、ここのノズルが、まあ、絞ってあって、これでね、初速の調整をしているらしいです。はい。まあ、変な話、ここをね、こう変えられるんで、そう、これ変えられちゃうんですよ。うん。まあ、いいか悪いか置いといてね。うん。で、こっちの、こっちはもうね、空洞って感じだ。ちょっとね、カメラじゃ、見えないかもしんないけど、うん、もうこのね、チャーハンが、ここに、のボルトがこんな感じになってるだけだね。意外とシンプルだね。まあ、実銃もきっとこうなんだろうね。はぁ、面白いね。M4 との大きな違いが、まああるんで、それもちょっとね、見ていきたいなと思ってるんだけど、M4 ってさ、ボルトストップ機構があるじゃん。そう、MP5 にはそれがないんだよね。それオープンボルトって言うんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、そう、要は、よし、M4 だとさ、弾が切れると、こうマガジンが中の棒を押して、ここのね、マガジン、リリースレバーがパーンって起きる状態になるわけですね。で、その状態で弾が切れると、こうやってボルトがここで止まるわけじゃん。で、ここのボルトリリースレバーが、まあ、起きますと。この機構が MP5 にはないんだよね。そう。だから、弾が切れると、ボルトがパンってただ閉まって終わりみたいなね。まあ、そんな感じになってますと。そう。だからまあ、それはね、ちょっと実写の時に、じゃあちょっと実写しながらね、解説をね、ちょっとしていこうと思うんだけど、よいしょ、よし。じゃあね、ちょっと、実写、あこれ、うざいな。こうしながらじゃないと、
ちょっと大変だな。よし、うまくはまった。オッケーオッケーオッケー。この状態で、ロアを、戻しますと。あ、しまった。こうやって、よし、オッケー。またピンを戻しますと。よし、で、後ろをつけて、あ、これピン上と下長さ違うんだね。よし、入った。よし。これあれだね。ハンドガンの CO2、ガスボルより楽かもしんないメンテナンスがね。よし、じゃあね、こんな感じになってますと。よいしょ。で、もう一回ちょっと説明の続きをすると、こいつは、まあ、撃ちます、まあ、ドーン、パン、ドーン、パン、ドーン、パンっていくわけだけど、弾が切れてもボルトをストップする機構がないから、次、こういきます。パンって撃つと、これが、要は、バンバンって止まって、そこで終わるんだよね。そう。だからそこで、あ、弾が切れた。もう一回、トリガーを引くってなって、そこで、あれ?カチャってだ言って、そこで終わるわけよ。ハンマーがボーンって降りてる。弾がないからね。そう。だから、そこで初めて、あ、弾が切れたってなるわけじゃん。そう。だから、そうなった時に、まあ、この状態ですと。そう、そこで初めて、このね、チャーハンを引いて、ここに引っ掛けといて、そこで、マガジンを新しく変えますと。そう。で、そこで、ここをね、まあ、映画とかでよく有名なシーンがあるのが、シーンですが、これをポーンってやって、リロードっていうね、一連の流れになってるっていう感じですね。そう。で、このガス風呂の場合は、ここのね、なんだっけ、弾を押し上げるやつ、これが、ロック機構、ロック機構みたいな感じになってて、これがあると、ボルトがね、なんか変なとこで止まるんだよね。実銃はね、同じになってるかどうかわかんないんだけど、まあ、見てて。ほら。ちょっとだけ後ろに下がった状態になるでしょ。そう。だから、この状態だと、なんだっけ、ちょっと待ってね。ちょっとガス入ってるやついこうか。ほら、こんな、あ、これかな?本当にこれかな?あ、これじゃねえや。あれ?どれもガスが入ってね。抜けたんか。じゃあね、ちょっとね、ガス入れましょう。はい、じゃあね、ちょっとね、ガスを入れていきましょう。ほう、そう。これね、ちょっと変わった方式でして、そう、M4 のね、CO2、まあ、GHK の、マガジンとかだと、下の蓋はね、外して入れるタイプなんだけど、この MP5、SRC の MP5 は、こう、中身を出すんだよね。いや、なんかちょっと変わってんなって気がするんだけど。うん。で、ここをね、マイナスドライバーで回すと、まあ、中にね、ちょっと入れっぱなしになって。そう、これね、ちょっと残念なのが、ボンベがスルって出てこないのよ。で、それをなんとかするための穴だと僕は思ってるんだけど、ここにね、こう何か突っ込んでこうやってやるとね、ほら、落っこってきた。そう。こういう感じでね、もうどうもできるっぽくて。よし、というわけでじゃあね、新しいボンベを入れて、ね、セットしてみましょう。はい。まあ、これはね、他の、CO2 の、銃と一緒で、一気に入れる。はい、オッケー、入りました。じゃ、これで、入れますと。オッケー。でね、ちょっとね、空打ちできるように、ここにね、ちょっとプラスチックの、ちょっとゴミをね、突っ込んでやったんで、ちょっとこれ一旦取りますね。よっこいしょ。よいしょ。オッケー。じゃあこれでね、弾が切れた状態を再現して、やってみましょう。はい。こうなるでしょ?で、引きます。で、トリガー引くと、ほら、撃てないのよ。そう。これを再現してるわけね。そう。まあ、もう一回さっきも言ったように、要は本物の銃だと、バン、こう、撃ちます、ブローバックします、撃ちます、ブローバックします、撃ちますのね、一連の過程があるわけでしょ。そう。けど、ガス銃だとガスっていうソースがあるから動き続けちゃうわけよね。そう、それを防ぐために、ここにね、まあ、ボルトストップまでは言わないけど、ボルトがね、中途半端なところで止まって、ハンマーが、降りない、降りてもね、なんだっけ、こう、バルブを叩かないように、叩かないで済むような構造になってるって話ですね。そう、もう一回やると、まだ弾入ってないでしょ?その状態で、引いて、撃とうとすると、ハンマーだけ降りて、カチッっていって、もう弾が撃てないっていうね、状態が作り出されているっていう感じですね。いやー、よくできてるわ。
じゃあね、ちょっと、弾を打つとね、弾が散らかるんで、さっきね、ここにね、弾が入ってることをね、再現するために、ここがね、弾切れ検知センサーになってるから、これをね、ちょっと下に押し下げた状態をね、これでちょっと作り出してみようと思います。はい、こんな感じ。はい、これでね、ここがスカスカになるからね、そう。こっちがね、弾切れた状態、こっちが弾切れてない状態を作り出した感じ。はい、よっしょ、これでちょっと試し打ちしてみましょう。すげえいいよ、めっちゃいいよ、マジでいいよ。はい、よし、はい、一発目 OK。 はい、いくぜ。おーいや、あ、こっちにし、こっち見せないと分かんないか。おーおーおおあのね、ブローバックがすごい凄まじい速さでパンって動くから、なんだろう、ね、ブレがない。そう、ちょっとね、見てもらったら分かんないけど、これちょっと軽く握るよ、銃を。でね、撃つと、ほらほら、ほんのちょっとしかね、銃がね、振動しないわけ。うん、すっごいよくできてるよね、これ。だからこれこうやって構えて撃つじゃん。ほとんど重心がぶれないから、なんだろう、パン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 ってこう打ち続けられる。うん、M4 のね、ブローバックは結構本物と似たような感じで、ここのね、多分ね、ストロークが長いせいか、こうなるんだよね、やっぱり打つとパン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 ってこういう感じで、まあそれがね、やっぱ楽しいっていうね、まあ醍醐味でもあるんだけど、この MP5 はね、すごい、それがないの。うん、本当に中でただ何かがカシャ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 動いてる感覚で、弾が打てるわけですよ。こんな感じ、すごいっしょ。なのに振動だけはしっかりくんのね。そう、だからその振動がいいわけよ。そう、そしてね、30発近くで弾も程よく切れるっていう、このね、ド M 仕様。そう、というわけでね、今回ね、このね、SRC 製の SR5、 はい、MP5 クルツのね、CO2 ブローバック銃を買ってみたというお話でございました。はい、ではね、あ、そうだ、フロートちょっと見てみようか。はい、こんな感じですよ。よし、よ、おいおいおい、いい感じだね。まあガスのね、燃費あんまりこれ良くなくて、実は、うん、フロートで撃つと3日で終わっちゃうね。うん、ただフロートで撃たなければマガジン1回半分ぐらいまではね、持つんで、だいたい50ぐらいはね、弾を撃てる感じですね、1回のボンベで。普通のとか GHK のマガジンを使った M4 のガスブロと、いや、そっちの方がね、燃費いい気がすんな。そう、まあ、僕は持ってるね、さっきのこの動画のね、M4 のガスブロ、S3D のガスブロはね、2回半ぐらい行く。だから、60、70発ぐらい撃てんだよ。そう、だからこっちの方が燃費いいってことだね。なるほどね。ちょっと今気づきました。はい。だこれが多分燃費悪すぎるだけなんだよね。まあまあ、とはいえね、こういう CO2 のね、ガスブロン銃は、の醍醐味は、やっぱね、ガスブロンなんで、そう、CO2 マジで最高。これマジ。おうおうははは、はい、というわけでね、今回ね、この CO2 ガス風呂、はい、買いました。まあ、冬場でもね、快調に動くことはね、もう確認してあるので、まあ、これからしばらくね、これを使って、ちょっとね、この銃を、僕はね、映画の、登場人物大好きなので、誰をね、脳内イメージしようかな。そうね、じゃあ、不死身のジョン・マクレーンで。まあ、ダイハードシリーズで、マクレーン警部補がね、使ってた銃はね、MP5A5 なんでね、はい。これではございません。はい。というわけで、まあ、どうでもいい話でした。はい。じゃあね、最後までご覧いただきありがとうございました。はい。じゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあね。